お疲れ様です250番です、えー、ちょっと質問が届いておりますので読み上げます北海道の江別市の事件に関してどのような見解とお考えであるかお時間あれば動画を出してください非常に悪質で立ちが悪いと250番さんが強盗傷害でこの犯人どもが障害致死での逮捕になってくできませんね考察でいいんじゃないですかね一応現在障害致死でパクられてるんですけどこの後災体とか追起訴とかで窃盗罪が加わる可能性はあると思います ですすね、ね。車ででで、持ちち帰っちゃっゃてるわけなんですよ、ね、でその一部は発見されてすでに押収済みということでまあ、おのの供述とかを聞いてですね、まあ、誰が持って行ったのかとかさどうしてそういう風になったのかっていうのをここから調べていくんじゃないですかねでこの事件の犯人側の登場人物なんですけどえー、と、八木原天っていう天がいましてその友達の河村羽生とって呼ぶのかな、これ。すごい名前だね2人とも。 でその2人は友人関係でコンビニでも一緒に働いていたと。でそのアマの方がハオトに今彼氏から別れ話を持ち出されてるんだよねっていうことを言ったわけだよね。アマがハオトにね。でハオトは少年4人と一緒にいたらしいんですよその時に。その被害者の方をもともと暴行とかするつもりでそこに待機してたのかたまたま少年らと一緒にそこにいたのかわからないんだけど。 ハオトラ含む少年4人がこう2人が一緒にいるところに合流してそこで暴行を加えたっていうことになるみたいですね。でまあ昨日までは動機とか分かってなかったんだけどさっきのニュースを見て考察するからにですね被害者の方はアマと別れたがっていたと。その理由はまあもうそろそろ就職とかもあるからっていうことでまあこの辺で別れようみたいなその交際期間を提示した別れ話 のもつれみたいな感じに書いてあるんでそれを聞いたハオトがですね「は何それアマがかわいそうアマがかわいそうなんだけど」とか言って調子こいて一緒にいた少年らもね「そうっすねハオトさんそんな男いいんだったらやっちゃいますか」みたいなそういうクソみたいな短絡的な発想で計画性もなく行われた感じの事件の可能性が高いですよね。 っていうか、ハオトは何で少年4人と一緒にいたのって感じするけどね。後輩の4人は男と遊んだりするのか、まあ。事件の流れとしてはさっき言ったような感じかなと勝手に思ってるんだけど、その事件を起こすためにそこに待機してたのか、たまたまそのアマがハオトに連絡したら、ハオトが調子こいて少年たちと遊んでたようなタイミングだったのか、この辺の計画性が問われてくよね。もちろん計画的ににそこに やるたために待機したっていうのまあ検察とかってそういうストーリーをさ起訴状とかに盛り込むのとか好きなんだよ重たくしようとするからね事件をまあこの場合は重たくしちゃっていいと思うんだけどね、まあ、あとはおののの供述まあ結構逮捕されてる人が何人もいるとこうコロコロ人によって言ってること違くてこのみんな罪を軽くしようとして供述するからつ褄が合わなくなってきたりとかするんだけど まあ犯人たちの供述の中で整合性が取れた部分がですね、今後の裁判とかさ、捜査状況に盛り込まれていくものと考えます。で、まあ、短絡的な犯行だからね、犯人たちは別にそういうつもりじゃなかったって言うだろうから、実際そうなると思わなかったアホな少年とかもいると思うからさ、となると殺意は認められない、イコール傷害致死罪で、所持品が見つかったのであれば、 今後、追起訴なり、再退で、窃盗罪がつく可能性があると。まあ、さっき言ったような感じの、流れになるのかなと、は思いますけどね。この海の純さんは、強盗殺人でいいっていうふうに、言ってるんだけど。強盗っていうのは、その、相手のものを、パクって、それで利益を上げようとかさ。ちょっと脅迫的な要素、がないと、強盗って、あんま、つかないんだよね。相手を威圧したかどうかとかさ。 単に捨てる目的とか破壊する目的で物を取った時っていうのはまたちょっとね強盗とは違う感じになる場合があるとだからこれ窃盗で最大ついてほしいですよね、うん、ていうか最大つかないとおかしいだろうって感じでするよねでまあその海野さん僕の事件を引き合いに出してもらってるんだけど僕の罪名とかねこれまで何で捕まってきたっていうのはもう散々話してるんで,で今更言うことでもないんだけど、まあ、この動画初めて見て僕に興味持ってくれた方はですね 概要欄にあの僕の反省みたいなのがまとまってる動画あるんでそっちを見ていただければと思いますというか北海道ってなんかこういうの多くないですかかなり偏見かもしれないけど北海道の子供さんたちってアホなのかなって北海道の方見てたら申し訳ないですねその犯人たちに限ってのことなんだけどやっぱり普段から喧嘩とかそういう危ない目にあってなかったりとかすると加減が分かんなかったりするのかもしれないですよねまあおっさんみたいなこと言うけどさ ちょっとなんかそ若い人の考えとかがよくわからないよね。もう僕自身がもう少年の時の気持ちを忘れちゃってるっていうのもありますし、まあ、でもまた北海道かよっていう感じはしましたけどね。まあ引き続き何か新しい情報とかね、記事とかを見ましたら動画にするかもしれませんので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。まあこれまでもいろんな事件について話もしてますし、 大きな事件をね、起こしちゃって、ロングで刑務所入ってました。じゃあ出所しました。その人にインタビューしますとか、まあ、そういうことも過去動画でいろいろやってるんで、よかったらですねあの、僕のチャンネル、この動画で初めて知った方は、過去のものもいろいろ見ていただけると嬉しいです。最近はですね、ちょっと仕事が忙しいもんで、なかなか動画出せないんですけど、まあ、こっちのチャンネルはですね、週1ぐらいのペースで投稿していこうかなと思ってますので、よろしくお願いします。サブチャンネルの方はショートとか毎日出してますね。まあ、サブちゃんとかね、 過去のこういう受験系の動画とかね。まあ、まとめて、えー、概要欄に貼っておきますんで、興味ある方はよろしくお願いします。では、お疲れ様です。